西暦2020年、地球に突如未知の敵対生物イーバが襲来。その強大な攻撃により、世界各国は次々と壊滅。アメリカの大地もその7割がイーバの巣となった。現存する兵器全てがイーバに対し効果を示さず、一方的な蹂躙は続き、疲弊しきった人類は滅亡の危機に瀕していた。しかしついに人類は一つの対抗手段を手に入れる。イーバの体組織と金属を結合させた生体武装を開発。この武装を改造手術で組み込んだ特殊強化兵部隊アンチが誕生した。アンチの死闘により、人類は初めてイーババロン級を駆逐することに成功。この戦果をきっかけに、人類は大規模な反抗作戦を乗り出した。アンチという新たな力に目覚めをかけた。これより諸君に本作戦の概要を説明する。作戦名はオペレーション・ドーン・オブ・ジ・アース、地球の夜明け作戦だ。これは世界各地に存在するイーバ生息圏、通称ネストのうちの一つ、アラスカレストラインに位置する敵エネルギー輸送プラントを路獲し、イーバ母星へ侵攻することを目的とした大規模作戦である。本作戦はニューヨーク、ウィスコンシンを攻略し、カナダを経て最終目的地であるアラスカ到達を目指す。特殊強化兵部隊は第7艦隊の砲撃開始と同時にニューヨークネスト上空から強襲を敢行。全隊員の降下を確認後、ニューヨークネストの中心部グランドターミナルを占拠するバロン級イーバケルベロスの討伐へ向かえる。それでは諸君らの奮闘に期待する。地べたを這いずり回るだけの時はおしまいだ。血をかけ、敵を見つけ、奴らを殲滅する。さあ、人類反撃ののろしを上げろ。全隊、こちらビクター1。全員の降下を確認した。現時刻より、グランドターミナルに向け進軍を開始せよ。虫どもが騒ぎ出したぞ。自慢の剣で切り刻んでやれ。禁止のイーバにはデストロイアタックだ。とどめの一撃を見舞ってやれ。いい感じじゃねえか。2人だけがとりえのワニ野郎だ。奪ってそこを削り取ってやる。あの攻撃は弾くことができなさそうだ。うまく相手の裏側に回り込め。飛んでるイーバは厄介だ。素早くテイストで近づき叩き落とせ。
いい感じじゃねえか。休んでる暇はないぞ。敵に囲まれたら急いで切り抜けろ。この先、グランドターミナル構内にバロン級の反応あり。発見次第、殲滅せよ。子犬ちゃんの登場だ。しっかり可愛がってやれ。まずは、左右の首から破壊しろ。HQ、こちらビクター1。バロン級ウィーバー、ケルベルスの沈黙を確認した。諸君、